建築の仕事をしてて、まあ、いつかこう宮崎故郷のこの場所で何かこう貢献できることをしたいなっていうのがあって、まあ、サーフボードを置いてったりとか、シャワーが浴びれたりとか、ゆっくり休憩をしながら、まあ、いろんな方とコミュニケーションを取れるような仕事もできる場所っていうのを作ろうっていうところがまず最初のスタートですね。宮崎っていうのはパームツリーだったりだとかカリフォルニアの気候に近いものがあるんで、開放感だったりだとか気持ちよさっていうものをここの中にまあ落とし込んでデザインしたっていう形ですね。コロナ禍でリモートワークっていうのが結構主流にもなってきているし、僕らも東京とこの宮崎ビーチクラブとつなげてウェブ会議をよくやるんですけども、全くストレスなく会議をすることができますね。このメラキが入ることによって、まあ、こんなにスムーズにこう使えるという想像もしてなかったです。多分パッと見てみんなどこにメラキ号があるって多分気づかないぐらいのサイズ感と色合いなので、どこの空間にも合わせやすいなとは思いますね。まあ、僕がカリフォルニアっていうコンセプトでずっとカリフォルニア工務店だったり、まあ、デザインっていうのをやってるんですけど、時代の先端行ってる企業だったりだとかカルチャーってやっぱりカリフォルニアに僕は世界をリードしてると思っていて、やっぱりこの Wi-Fi のシステムはシスコシステムズさんのカリフォルニアブランドなんで、まあ、すごくこう信頼性があるブランドだなというふうには僕は感じていて、まあ、そこもやはりこう親和性が高いなと思ってるんで、マッチングしてるかなと思ってます。